いやほんとね、パソコン直ったわ。直ったんだけど、防音、調子あるとすごい音出してくるから、このパソコン。まだ起きてんだよ。まだ起きてんのか。もう分かったよ。もう分かりました、分かりました。あなたのやりたいことは終わりました。これでもの配置になるかな。マジで。どんなやつだよ、ほんとこれ。いやー、あれ切れねえな。おっ、よし、よし、よし。結局、結局どうせ、結局どうせ、結局どうせ、エンドレス。結局どうせ、インフィニティだよ。結局どうせ、インフィニティ。あなたは。ふざけんな。あー、そういうさ、なんかそのメインの現役の X バルロでもやんない対空とかさ、こうそのお株を浮かぶようなさ、いちいちそういうのいいんだよ、マジで。俺人間性の高尾ですじゃねえんだ、本当に。いちいち俺の立ち回りは穴ないからじゃねえんだ。なんかこれマジでさ、生飛びですら落とせねえんだよこれ。ハマーで早すぎて。わかりますよこれマジで。オッケー。ヒット確認。ヒット確認。こいつさ。どうせだよ。どうせ結局、インフィニティだから。俺の立ち回りは技巧派理論派穴ないですよーじゃねえんだマジで。あ、はいはいって感じ。はいはい、わかりました、わかりましたって感じだ。はい。
あ、ちゃっかり対空とかな、いいんだよそういうの。いいんだよそういうのよ。現役の X バルでもやんねえこといいんだよマジで。さっけん対空に対空マジで。いやハイパー峠の時記事書いてたジャイアンに D バルも強いと言ったけど D ガイルや D ベガほどじゃねえだと一括されたわ。まああなたリバサインフェルノあるけどねみたいな。あなた リバサインフェルノあるからねハイパーで。あ、ごめんなさい言っちゃった。あーごめん、ついつい口が滑っちゃった。もうダメだ。うざっけんのマジ。あーこれ無理、これはマジで早い、これマジで。ふざけんなよこいつ、ほんマジでカプコンマジでよ、カプセルコンピューターマジで、マジでカプセルコンピューター本当に。当時あなたは何をやってた。カプセルコンピューター。カプセルコンピューター、中盤ダブル。あ、ちなみに、あ、そうそう、まあ、XR のチームって強いじゃないですか。ハイパーだと、さらに強いです。まあ、なぜなら、リバサインフェルノっていうのが、なぜかつき始めました、ハイパーで。だから、ダルシムの、史上最強ダルシムって言われたらば、ハイパーの、スタートボタン押さないダルシムです。X 選ぶときね。それ、スタートボタンを押しながらダルシムやると、X のダルシムに戻っちゃうから、スタートボタンを押さないダルシムです。これ、みんな、その、卒勢は大体知ってると思うけど、まあ、知らない人、史上最強のダルシムって言われたら、ハイパーの X ダルシムです。まあ、なぜなら、リバーサーインフレのが来ました。史上最強です。まあ、なんならスト2史上最強キャラある、ワンチャン、ワンチャンね、ワンチャン。やりすぎ、さすがにね、しきさんやりすぎだわ、さすがに、さすがにやりすぎだわ、ねね、やりすぎやりすぎ、さすがに、さすがにやりすぎだわ。これめくりむずいんだよ。やっと対空できた、やっと対空できた、やっと対空できた。ふざけんな、you
やってるわこいつ。よしおです。よしお入れてくから。よしお、どうせだろ、どうせ来んだろ、どうせどうせ。お仕置きメイヤー、どうせだから、どうせもうどうせ、どうせです、どうせです。もうすぐ地上エレベーター、エレスカレーターだわ。地上エレベーターかつエスカレーター、まあどっちでもいいわ。すぐ、なんなら地上エスカレーターで走ってるから、走ってる子供だよ。走んなくても目的地に着くんだよって、ね、ちょっと誰か教えてあげた方がいいかなと思います。京王線まで行く、地上エスカレーターで走ってる子供たちにね、ちょっと危ないからつって。あ、これ結構だいぶ有効かもしんない。こういう技巧派のプレイヤーにはね、垂直余計やっぱうまいから、結構だいぶ入ってきたわこれ。あー、はいはいはい、わかりましたわかりました。はい、それね、あ、どうせでしょ、どうせどうせ、はいはいはい、わかりましたわかりました。はいはいはい、すぐ化けの皮剥がしてくるから。なんか東地上戦で、ね、俺すごい地上戦やってる風でね、だったら東なんかもう、ね、そのギネス級のスピードで飛んできてえいってくるからね。何だっけんのこれ。なんでピヨンだこれ。まあちょっとな、防衛ライン張ってきたんだけどな、もうあのスピードがね、やれがある以上ね、もう強制二択なんだよずっと。どうせだろ、また。はい、はい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 。どうせだから。ね、どうせ、飛びと、あなたは飛びと投げしかありません。地上戦はまやかしです。うさんくさいね。うさんくさい。もう全部うさんくさいから。君ね、魂売りすぎ、売っちゃね、ダメだよ。さすがに。やっていいことでやっちゃいけないことあるから。ね。まあ、それはメインの、現役のバルログだけにしてくれ。うん。魂売っちゃうとね、いいことなくなっちゃうから。はいはいはい。魂売るのはその辺にしといた方がいいぞ。
はい、張り紙貼ってきてください。なんなら31年前のゲーセンで貼ってた投げはめ禁止持ってきてください。これをなんで貼ってたかっていうのをこの動画は再現しようとします。はい、こういうことです。終わりますが、投げはめ禁止の貼り紙の真実です。まあ、いわゆるあのうんこの投げ合いです。はい、その張り紙のね真実はうんこの投げ合いです。ただの、ね、